西洋事情は、福沢諭吉が幕末から明治にかけて表した書物。当時の欧米の状況を紹介したもの。初編3冊、外編3冊、2編4冊の10冊からなる。福沢諭吉は、江戸幕府の命により1860年にアメリカに渡り、1862年にはヨーロッパに渡った後、1866年に初編3冊を刊行した。 翌年の1867年再びアメリカへ渡り、その後1868年に外編3冊を1870年に編4冊を刊行している。西洋事情の疑判が出たために、福沢は慶応4年4月10日の中外新聞に広告を出し、半券の観念を強調した。目次その内容は、政治、税制度、国債、紙幣、会社、 外交、軍事、科学技術、学校、図書館、新聞、文庫、病院、博物館、蒸気機関、電信機、ガス明かりなどに及び、それぞれについて個別に紹介している。例えば政治については、生態が、君主制、貴族制、共和制の3種類の生態に区別され、イギリスではこれらの生態を組み合わせていると記している。 さらに文明国の6つの溶決について列挙しており、それは法の下で自由が保障され、人々の宗教には介入せず、技術文学を信仰し、学校で人材を教育し、安定的な政治の下で産業を営み、病院や貧院等によって貧民を救済することであると論じる。また外交についても、通称や婚姻によって君主間の関係を構築し、 戦争を防止するために条約を締結し、条約に基づいて大使が相互に派遣されるという外交の制度が紹介される。このように当時の日本には存在しなかった西洋の近代的な制度や技術を数多く紹介している。ありがとうございます。